1 7月17日のリビングライフの時間です皆様いかがお過ごしでしょうか私はウェスレランホールネス教団の玉川キリスト中央教会の牧師の本間と申します今日は義の救いを果たされる主への喜びの賛美というタイトルで詩編の149編1節から9節の御言葉を ご一緒に読んでまいりたいと思います。詩篇。百四十九篇。一節から九節。ハレルヤ。新しい歌を主に歌え。敬虔な者たちの集まりで。主への賛美を。イスラエルは。 自らの作り主に会って喜べシオンの子らは自らの王に会って楽しめ踊りを持って主の皆を褒めたたえよタンバリンと盾ごとに合わせて主に褒め歌を歌え主はご自分の民を愛し貧しい者たちを救いを持って装われる敬虔な者たちは 栄光の中で喜び踊れ自らの床の上で高らかに歌え彼らの口には神への称賛があり彼らの手には諸刃の剣があるようにそれは国々に復讐しもろもろの国民を懲らしめるため彼らの王たちを鎖に 彼らの貴族たちを鉄の枷につなぐため。また書き記された裁きを。彼らの間で行うため。これは。主にある敬虔なものすべての誉れである。ハレルヤ。この百四十九篇の中には。高らかに賛美が歌われるというそういう様子が。 こう言われていいると思いますですから本当にこう賛美を思い切ってそして明るく歌うといいましょうかねそういう姿をこここから読み取るるととができると思います皆さんの中には賛美が大好きだっていう方がきっとたくさんおられると思うんですね。えー、そして そういう方が決していて私は悪くないと思いますけれども賛美はあまり好きでない,いです、ね、教会に私はははっているけれども賛美はあまり好きではないという方もおられることは事実ですでもその賛美が好きではないというふうにおっしゃる方は大抵はあまり歌が得意でないので私はあまり歌を歌うのが苦手だから好きではないということであったり。 ですね。あまりこう、音楽に興味がないので、まあ、音楽はそれほどっていうですね。そういう方はおられるかもしれませんね。でも、賛美というのは、もちろん、それは多くの場合。音楽の伴奏と一緒になされることが多いですから。えー、音楽は大事な要素ですけれども、しかし。音楽が賛美ではないということですね。音楽もまた賛美の一つでありますけれども。たとえ、音楽が全くなくても。 私たちはただ言葉を読み上げるだけであってもですねそれは神様への賛美でありますからですからそういう意味で私たちが賛美が大好きだというときにそれは音音楽楽が好好ききだととといいうこすすすり替わってははなならないででねももちろん音楽は私も好きですしかし神様を褒めたたえるということがどんなに素晴らしいことかということをですねやっぱり常に考えなければならないと思うんですね。 誤説に面白い言葉があるなと思ったんです誤説の後半に自らの床の上で高らかに歌えとうんです、ね、これはどういうことを意味しているのでしょうかね、えー、夜寝るときに、えー、布団の中で大きな声で歌ったらそれが許される環境もあるかもしれませんけれどもしかしまあ苦情が来るかもしれませんやめてくださいと言われるかもしれませんでもこの人は そのように言っているんですね私たちは夜寝る前に大きな声で歌わないかもしれませんけれどもしかしこれは一日の感謝ということであるかもしれないいやもう寝ている時ももう夜寝ている時ももう賛美の気持ちを持っているということを言い表しているかもしれませんつまり起きている時はもちろんのこと 寝ている時であっても私は神様を本当に、えー、賛美し礼拝しそして、えー、崇めていますというそのようなです、ね、思いの表れであるかもしれませんね、まあ、賛美賛美といって私たちはそれを主に歌を歌うこととほぼイコールで使ってしまったりするんですけれども賛美の本質は神様に比例伏すということだと思いますねそしてもう一つは神様を大きくする 私たちの心の中でといいましょうか私たちの生活の中でといいましょうか私たちの関心事ににおいいてという,ふうにも言えるでししょう神様の占める部分を大きくくていくですから実際に賛美の歌を歌う時にそういう、まあ、あの働きがなされますね心の中に。えー、少しこう暗い気持ち不安な気持ちがあってもですね賛美を繰り返し歌っていく中で心がですね本当にこう強められて。 そして神様に対するです、ね、信頼が固くされていくっていう経験があると思いますからそういう意味で賛美が私たちの心を強めるっていうことはあると思いますけれどもですね、えー、それがまさしく私たちの心の中で神様が大きくなっていくならばまさしくそれは賛美であったというふうに言えるでしょうね。えー、しかし、えー、例えばその賛美というものが自分たちのこう高ぶりとか そういう傲慢なことに結びついてしまうならばそれは神様の前にこうひれ伏すへり下っていくということとはちょっと違うことになってしまうそういうまた危険もあるわけですねですから私たちは本当に賛賛賛美美美ののの行為以上ににに心心ですよね賛美の心それは誰誰もも見見ええません誰にも見えない神様だけがご存知の賛美の心そこをですね もっと大切にしていきたいなというふうに思うわけです。もう一つ印象に残るのは六節の御言葉でした。彼らの口には神への称賛があり。彼らの手には諸刃の剣があるようにと。まあ、この諸刃の剣という言葉の後でですね。国々に復讐しと、そのような言葉が続いていきますから。この諸刃の剣っていうものが、何を意味するのか、まあ、いろんなことを考えられるんですけれども。 聖書には「御言葉が諸刃の剣である」という言葉また信仰の武具として「神の御言葉という剣を取りなさい」という言葉も出てきますのでこの「諸刃の剣」っていう言葉を読む時に私たちは文字通りの剣武器っていうことではなくてやはりそれは御言葉っていうことをここでこう受け取るべきであると思います。口ににはは神への称賛があがあり、手言葉 私たちの神への賛美の気持ちというのは御言葉にやはり基づいているわけですねそれはこう聖書から見て正しい言葉で言っている、まあ、それももちろん大事ですけれどもむしろ私たちが本当に御言葉によって取り扱いを受けているということですね御言葉をモルハの剣というときにはそれはサタンを打ち破る力であるということでありましょうそしてまた私たちの心の中をです、ね、本当にしっかりこういわばこう なて言いましょうかね、切り分けていくようにして、そして良いものとそうでないものを見極めることができるようにしていくそういう鋭い剣でもあるわけですね。神様は御言葉を持って私たちの心をお取り扱いなさるわけです。このリビングライフ、リボーションキューティーの時間もですね、そういう神様のお取り扱いを受ける時間であることを願うわけであります。私たちはそのようにして単に楽しい喜びに満ちた そういう賛美ということだけではなく御言葉によってお取り扱いを受けながら本当に神様に比例付していくそうです神様私はあなたの前に立つことのできるものではありませんしかし神様が憐れみで私たちを救ってくださりそしてあなたの前に立つことのできるものとしてくださったことを感謝しますただあなたの憐れみのみです私が何かそれにふさわしいからではない 私が賛美すべき人物でであるからではないただあなたの憐れみによって私は今このように生かされているものです本当にですねそのような思いの中で神様にひれ伏しつつ賛美をしていくそういう中でですね外面的な喜びではなくて内側に与えられる喜びっていうものをですね私たちがいただくことができるそれが賛美の恵みではないでしょうか。 常にさまざまな場所で素晴らしい賛美が捧げられるということを心から願いますけれどもしかし歌とかそういう、えー、音楽に結びつけられていなかったとしても私たちが心から賛美を捧げるっていうことはどういうことなのかそして今日もですね私たちはどういう賛美をしながら生活していくことができるのかそんなですねことを思い巡らしながら本当に 生活したいと思うんですね心を尽くして賛美を下げるというんですから日常の中でどう私たちが心を尽くして賛美できるのかそのことをですね本当に教えられながら歩んでいこうではありませんかお祈りをします天地を創造される前から私の存在を喜びをもって計画し私を作られた主よ日々主によって喜び与えられた恵みを賛美しますどんな状況でも 主の完全な裁きを信頼します自分の基準を捨て主のなされることを謙遜に待つことができますように。イエス・キリストの皆によってお祈りします。ア